こっから先がベッドのベッドになってるんですね。あれあれ。Lifestyles of people living in Japan。 お家賃おいくらですか？ The room。 広告のプランニングみたいな。 The work。 え、どうやって出会ったんですか？アプリですね。 And the love。 Do you find any surprise? Or do you relate yourself? If you compare to the ones of your country。 We will be with Ken。 Let's go find out about life of Japanese living in Japan together with him。Let me introduce the owner of the room. He lives in the central Tokyo. His girlfriend came for a sleepover from last night. Since they are both busy, they can only see each other at night after work. They live close in the neighborhood, so she comes by 4 or 5 times a week. He's not good at mornings. Oh, I forgot to introduce him to you.His name is Motoshi, 30 years old. Does anyone recall him from our video? It is costly to live in Tokyo. He used to share a room with his friend right after he started working. After changing his job 3 years ago, his salary went up a bit. So he rented a room at Central Tokyo.It's not a big room, but he's liking his own space. We are going to show you around his room today. あ、どうも。あ、どうも。じゃあ、本俊くん、今日はよろしくお願いします。早速入っちゃっていいですか？ Ken is going to take you around. Let's have a look. すみません、失礼します。はい。ちなみにここは、何平米ぐらいなんですか？ 13.3 畳。ワンルームの中にキッチンもあったりとか、なんかベッドがあったりとか。そうですね、ベッドも。うん、靴箱です、はい、靴箱はこんな感じで、うん、彼女の靴とかも今日彼女さん泊まりに来てらっしゃるんですもんね。あ、そうですね。今ちょっと着替えてるのかな。今まだ着替え中。ここはまあ、洋服 T シャツあったりとかスウェット、うん、まあ、あとここも小物類が。小物類、化粧品なんて何があるのこれ、うん、まあ、香水とか。これ彼女からもらった練り香水、うん、ちょっとクリーム状というか柔らかいものをこうつけたりするっていう、うん、なんか、あ、ちいかわ。ちいかわ。はい。ボクシングのクラブみたいなのは何？はい、僕が最近格闘技を趣味で始めまして、総合ですね。MMA 総合の時のグローブ、ね。へー、すごいね。ここはまあ、そうですね。趣味エリアみたいな感じですか。最近ですけど、レコードプレイヤー買って、うん。ちなみに音楽は何が好きなんですか？ヒップホップがよく。ヒップホップ好き？好きで聴いてますね。これは、このアーティストリトルシムズという。リトルシムズ。あとこれは音楽機材。なかなか最近できてないんですけど、うん、なるほど。ここはデスクで、まあ一時期リモートワークだったじゃないですか、うん、ずっと、うん、でその時とかはもうずっとここで仕事は。今何してるんですか？広告会社で広告のプランニングみたいなことになってますね、うんうん、ここは知り合いの先輩から買った絵があったり。あ、そうなんです。これ絵はおいくらなんですか？1号とかでしたね。1万5000円。1万5000円くらいだった気がします。本結構読むんですね。本読みますね。今読んでる本なんですか？今はおじいちゃんが出版した本で、まあ、戦争の体験記みたいのを書いた本。へえ。読んでますね。純の赤いハンカチーフ。赤いハンカチーフ、鍵括弧戦争っていう。じゃあこのモニュメントって何なんですか？あ、このモニュメント、これはこれとして売ってんの？いや、これは、まあ、これはこれ、うん、で これはこちら何スペースですか？こちらは、ここはまあリビングですかね。そうね、ご飯食べたりとか。ご飯食べたり、リビングダイニングみたいな使い方をしてる、うん、照明が全部おしゃれですね。あ、ありがとうございます。なんかで、こちら台所。はい、彼女がなんか片付けやってくれたりするときはありますね。うん、この辺並べてくれたりとか。なるほどね。冷蔵庫何入ってるんですか？結構パンパンなんですけど、もう2人分いろいろ入っちゃってて。すごいね、パンパンだね。いや、もうパンパンで、まあ、こうスイーツ系エクレアとか、うん、一口チーズケーキみたいなやつとか、うん、食べかけのサラダチキンバーガーあったりとか。あったりとか。ここはもう、トイレとお風呂のスペースになる、うん、トイレとお風呂は別ですか？別ですね。へえ、なんかそっちがトイレ、こっちがお風呂で浴槽で。あ、
って室内干しができるんだ。室内干しでだいぶ助かってますね、うん、嬉しいですね。特に梅雨の時期と か乾きにくい時期、冬とかはですね。ちっちゃめタオルをさ、はい、畳んでおいたんだね。こっちがトイレ。トイレですね。トイレはまあ、オシュレットついてんだ。ついてます。いいね。でこっち回るとこっちがベッドになりますね、うん、あ、ここカウンターみたいになってるの。こちら側が、はい、こっから先がベッドのベッドになってるんですね。あれあ、ごめんなさいね、すいません、うるさかったですかね。彼女です。お名前は。あ、ミキです。ミキさん。 This is Miki, Motoshi's girlfriend. She does not care eating an expired bread. ありがとうございます。今日はお邪魔します。二人のせっかくのお休みなのに。いえいえ、はい、はい、こっちがベッドルームみたいな感じだから。そうです、そうです。あ、まあ、うん、何スペースかよくわかんないですけどね。うん、5センチあっちだったらベッドフレーム入ったんですけどね。ここで、あの彼女さんと2人寝てんの。あ、そうです、そうです。狭くないですか。意外と狭くないです。狭くない、ありがとうございます。すいません。ここは、うん、漫画ルームとか、まあ、一部本もあったりする場所ですね。ここは、あ、ここはクローゼットで。クローゼット、うん、はいはいはい。あ、こんな感じで綺麗にしてまんな、本当に。部屋いろいろ詰まってますね。ちなみに生活する上で、まあ、この部屋の中にある部分で俺こここだわりましたみたいな部分ってあるんですか。こここだわってましたね。まあ、C って言うなら、うん、ここ、これこれ後付けなんですよね。 あ、それ後付けなんだ。これが、はい、後付けの。ちょっと撮ってみてください。柵になってまして、もうここでこう引っ張ると取れるんですけど、うん、まあ、境界ですね、まあ、ちょっとこことこっちで仕事エリアとゆっくりスペースで区切りたいなっていう意味も。確かにこれあるのとないのとでは全然イメージが違うかも、はい、あの、自分で作ったのか。これこれ自分でこの部屋で作りました。どう思いますか。すごいですよね、こんなの作ろうと思わないんで。思わない、はい、あ、そうですか。ぜひちょっとじゃあもう一回やってみてください。もともとこういうところにこれをガッとガッとはめて、はめて、はい、これで柵ができましたね。いいいい、やっぱりこの境目があるのとないのとでは全然イメージが違いますよ。まあ、そうですよね、うん、この空間が。お家賃おいくらですか。はい、まあ、10万5千ぐらいですね。立地とかこの内装的にまあまあそんぐらいしちゃうかなっていう。I love the room. We have asked a couple about what it's like to be a boyfriend and a girlfriend here in Japan. Any difference from you or people around you? ミキさんお仕事何されてるんですか？私はあの、うん、コールセンターで働く契約社員で働いてるんです。へー、僕30なんで1個上で。あ、1個お姉さんなんだ、はい、え、どうやって出会ったんですか？アプリですね、はい、えアプリ、はい、アプリって何。まああのマッチングアプリ。マッチング、はい、マッチングアプリ、はい、Tinder っていう。 Tinder ですね、うん、マッチしたの。でマッチして、で会いましょうってなって、うん、会って、うん、ね、1回目会った時は何したの。ご飯食べ行きましたね。今主流なの、そのアプリで出会うって、うん、聞きますね、周りでも。アプリで会って付き合ったとかは。で、付き合って今どのぐらいなんですか。今8ヶ月です。同棲はしないですか。いつかはしたいですけどね、うんうん、まあ喧嘩ちょいちょい。ちょいちょいする。どういうことで喧嘩したんですか最近。夜帰る時間の話とか、例えば僕がじゃあ仕事終わって、うん、会社の人とご飯行って飲み行ったりして、うん、なんだ、ご飯、うん、を食べに行くっていう話してて、うんうん、で、いや、ご飯食べに行くならすぐ帰ってくるのかなと思ったら結構終電の時間ぐらい過ぎてって、うん、えってなって、それで喧嘩しました。へー。デートとか行くときどこ行くんですか。まあ、映画見に行くのが多かったり、まあ、仕事終わりご飯一緒に食べにどっか外に行ったりとかはしますね、うん、デートのお金の配分ってどっちが出すか決まってるんですか。あの、結構だから元志くんのが出してくれてて、うん、でその後、じゃあ私これ買うねとか、うん、おやつ買うねとか言って、うん、出したりとか。それってさ、どういうマインドから男性の方が多くちょっと出して、はい、女性はちょっと後でおやつを買う。結構でも男らしいから私はそこに甘えちゃってますね。あ、なるほど。多分別に男が多く
出さなきゃいけないみたいな気持ちではないですけど、うん、なんて言うんでしょうね、自分がそうできるようになりたいんじゃないですか。なるほど。自分として、うん、ニキさんはこうお家に初めてこう上がった時、はい、こうキュンとしたポイントってありますか。私はこういうなんか本棚の、うん、出していいかな、うん、こういうあの付箋が本にいっぱいついてるのが、うん、すごいなんかいいなって思いますなんでなんかそういうこなんていうんですかね、繊細な感じがしたりとか、お部屋すごい綺麗だったんで、店付箋確かに適当なとこに貼ってない、ちゃんと読んだとこに。Well, sorry to bother you two on weekend. ありがとうございました。ありがとうございました。また。Let's finish the room tour here. Did you get to have a glimpse of a lifestyle and love of Japanese salaryman? 次もまたなんか今度撮らせてくださいよ。また。二人で旅行行くときにでも撮らせてくださいよ。いや、それは三人で旅行になっちゃう。ダメだよ、三人で旅行は。三人で旅行になるなら。そう、ご家族と一緒に。あ、そっか。じゃあありがとうございました。ありがとうございます。Don't tell Ken Motoshi if you plan to travel so that you will not be bothered by a guy with a camera. We'll see you in the next video.